ソユーズ TM-11 は宇宙ステーションミールへの往来を目的とした11回目の友人ミッションである。コールサインはデルベーント。TBS のジャーナリストで宇宙飛行士の秋山とよひろが日本人として初めて宇宙を訪れ、その様子は特別番組日本人初宇宙へで放映された。打ち上げの際、ソユーズロケットのブースターや ノーズフェアリングに日本の国旗と TBS 宇宙プロジェクトスポンサー各社の広告並びに TBS のロゴマークが描かれた。高貨モジュールに持ち込まれたカメラは秋山の所属する TBS に宇宙飛行士の映像を送った。ソユーズ TM-11 はミールとドッキングする直前に日本の上空が飛行ルートに当たったことからドッキングに備えて ランデブー飛行するミールとソユーズ TM-11 を日本各地から見ることができた。TBS はソ連の宇宙機関グラブコスモスにこの飛行の資金を提供した。ソビエート連邦政府はこれを彼らの初めての商業飛行と呼び1400万ドルを得たという。秋山は宇宙滞在期間中毎日10分間のテレビ番組1つと20分間の ラジオ番組2つに出演した。170kg の放送機材は、プログレスエム補給線で運ばれ、ソユーズ TM-10 で、ミールに滞在していたゲンナジ・マナコフとゲンナジー・ストレカロフによって前もって組み立てられていた。テレビカメラはパル方式であり、ミールからモスクワまでの地上伝送は、仕込む方式であった。日本での放送は、NTSC 方式で行われた。 秋山の座席は12月5日に TM-10 に移された。12月8日に TM-10 は帰還を開始した。秋山たちの着陸の様子は TBS によってカザフスタンから中継された。ソユーズ TM-11 は175日間ミールとドッキングした後、ソユーズ TM-12 でミールを訪れた。 ヘレン・シャーマンを含む3人で地球へ帰還した。ちなみに、ソユーズ TM-11 と同日に、アメリカでは STS-35 が打ち上げられた。この時、宇宙空間には12人の人間が滞在していたことになり、これは同時に宇宙空間に滞在していた人数として、当時の新記録であった。ありがとうございます。